本作は瀬戸黒茶碗を思わせる形式にごまなどの曜変をうまく調和させており、そこには伝統を尊重しながらも伝統の重みにとらわれることなく、備前土の特性を生かした上での自由な造形へと向かう作者の真摯な姿勢がうかがえる作品といえましょう。